ヒデさんのどうです。今日紹介するのはこちら、マキタ充電式のワークライト ML006G ですね。こちら今 40V のバッテリー刺さっております。これとは別で 18V 機の ML816 という機種も、近日発売ということで、今回2機種発売しますんで、これ紹介しましょう。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、まあ、ものすごいペースで今、マキタさん製品が出まくっておりまして、この ML というね、品番で始まるライトなんですけれども、もう、覚えきれないという状況でございますが、はい、紹介していきましょう。このライトなんですけれども、ML801 という 18V 機がもともとありまして、こんな見た目のやつ知ってるよって人いるかと思います。で、もともとその ML801 という、まあ今では廃盤になっちゃったんですけれども、LED が12灯で400ルクスの240ルーメンですよって歌ってたんですが、こちら、新型、ほぼ同じような見た目してますね。18灯になって800ルクスの500ルーメンとなりました。約2倍の出力になったよってことですね。で、こちら、スペックになります。はい。40V 機っていうのと、あとは、ま、18V、14.4V 兼用だよって言ってる機械と、2機種あるんですけれども、スペック差はなしですね。まあ、バッテリーの高さ分とか重さ分があるんで、若干その辺でスペック若干ね、重量が違ったりはするんですけれども、一緒でございます。で、旧型機っていうのが12灯モードと6灯モードの2モードだったんですけれども、こちらの新型はですね、ハイ、ミディアム、ローってことで、3モードになりました。ちょっとやってみましょうか。スイッチオンで、これがハイでしょ？ミディアム、ロー、オフ。ハイ、ミディアム、ロー、オフ。で、こんな感じですね。はい、1充電あたりの、持ち時間は、こちら。皆様使う最強モードだと 18V 6 アンペア電池使うかなってとこで約17時間。40V のお客様だと 2.5 アンペア電池かなっていうところで13時間持つということですね。細かくはこの数字をご覧ください。ギミックはですね、もともとこの状態で置いてあります。ガチャ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 って言ってここまで起こせるでしょ？で、首が、まず、ここじゃいかない。1,2,3,4,5,6,7 7段階ですね。首が触れます。で、畳めますですね。なのでこの向きでこうやって使うこともできるという感じですね。はい、じゃあ本体の説明今一度戻ります。旧型の801っていう機種、ここにフックがついてました。ここにフック、これね、今この機械を新しい新型見てハッと思ったんですけれども、ここにフックついてても、って感じなんですよ。これ新型すごくて、ここにフックついてるんですよ、ここ。ここについてる旧型だと、つっちゃうと、この面しか照らせないんですけれども、新型になって、ここで釣れるようになったから、首をこう好きな方向に回すことができるようになったんですね。だこれによってこのフックの利点っていうのがむちゃくちゃ増えたんで、釣っていただいて好きな方を照らしてねっていうのが新型の特徴となります。はい、あとですね、付属でこのフックストラップとかっていうのがついてますんで、もうこれだけで十分だと思うんですけどね。こことここでこういう風にして吊るすこともできたりもするんで、こうやって釣ればいいのかな、はい、とかっていうこともできますんで、一応そんなストラップがね、ついてます。はい、というわけでですね、非常に多い LED ワークライトシリーズ、一体何買えばいいんだよっていうね、ツッコミがあるんじゃないかと思うんですけれども、ちょっとまとめましょう。18V ユーザー様ですね。ちょっとそこ中心でいこうかなと思うんですけれども、ML801 という機種が廃盤となってしまいましたので、新型の ML816、これの 18V バージョンですね。これか、
ML806Y か ML807 っていうのが選択肢に上がるんじゃないかと思います。で、こういうライトって、まあ、せいぜい5000円かなっていうところがね、お気軽に購入できるかなってところで、僕思ってたんですけれども、これね、全然違ったんですよね。私の予想に反してですね、ML807 という機種がぶっちぎりで売れております。これ私ちょっと動画であんまり価格は言いたくないんですけれども、おそらく7000円ぐらいで購入できると思うんです。ちなみに Amazon さんがそれぐらいでした。で、いや、7000円のライトってさ、売れるわけないっしょって最初思ったんですけれども、807がぶっちぎりで売れてるんですよ。で、その807にそっくりな形状の ML806Y っていうのが、定価で、1000円安いんですね。で、これなんだろうってことなんですけれども、ごめんなさい、ちょっと形状が違うんだけど、こういうライトで、先端からこう懐中電灯みたいにこう一灯でバーってこう遠くまで照らせるモードがついてるんですけれども、807っていうのは白い LED なんですけれども、806Y になると、暖色の昔ながらの懐中電灯みたいな、こう、目が痛くないようなっていう言い方しましょうか。そういったライトがついてるんで、暖色がお好みの806Y、LED でむちゃくちゃ照らそうぜ807、好きな方を選択してくださいっていうやり方になってます。で、この2機種って、なんかこう、ボディがこう、ボーンってやって上から照らせるんですけど、このボーンってなってるところが、全灯できるんですよ。全方向に照らすことができるんで、例えば、キャンプとか、まあそういったとこでもいいんですけど、机の上にボンって置いてスイッチ入れたら、周り全部を照らすことができるっていうのが非常に大きなメリットとなっているんですけれども、スイッチをもう一回押すと、真正面だけ照らすことができるんですよ。なので、手に持って使うときに、自分の方まで明るかったら眩しいじゃないですか。こっちオフにして、向こうだけ照らすっていうことができるんで、だから807とか806ってものすごくいいんですね。で、続きまして、ML807 っていうその超売れてる方。こっちだけは USB 端子がここについてて、バッテリーをガチャンって挿したら、こっから USB 引っ張ってスマートフォンの充電ができたりするんですよ。というわけで、このウルトラ優秀なML807 っていう機種と、今回この発売の、まあ、今これは40だけども、まあ、18V の ML816。まあ、この辺のね、比較をしてったら皆さん分かりやすいかなというところで、ちょっと戦ってみましょうか。新型 ML816。ちょっとこれごめんなさい、40だけど何回も言います。これ、18V 機だと思ってください。これが、定価で7700円。で、超売れてます。ML807。9200円ということで、新型の ML816 非常に安価でございます。安いですね。はい、ライトに関しては、こっちの機種っていうのは正面しか照らせませんので、まあ、ここは好みに分かれるかなと。だから、ML807 という方が前だけもできるし両方もできるんで、まあ、ちょっとねそれは807の方が分があるかなというところですね。こちらのフックを使用しての使い勝手、まあ、照らしてなんかしようぜっていう時に関しましては、まあ、これはね、ここついてますからね、こっちの816の方がいいかなと思います。ここで残念なお知らせでございます。こちらの ML816、40V 機のこちらも同じなんですけれども、残念ながら USB ついてません。これ残念でしたね。ついていればよかったんですけどね。まあ、ただですね、ここに USB 端子をつけたら価格絶対上がるじゃないですか。せっかくこのね、定価7700円ってところで抑えたので、まあ、じゃあね、誰も USB なんか使わねえし、とかっていうのを無駄につけて、定価がグッて上がっても、まあ、しょうがないので、まあ、USB なくてもよくねっていうところはございますんで、まあ、この辺はね、まあ、皆さんがコメントすればいいのかなと思います。なんで USB つけなかったのっていうパターンもあれば、あ、USB いらないからね、定価を抑えてよくやったよ、牧田さんっていうパターンと、まあ、いろいろ声があるんじゃないかなと思います。
はい。で、ちょっとこちらご覧ください。ショートと、高速っていう、まあ、この違いなんですけれども、なんかですね、これ、判断がしづらい数字ですね。私がこれ今、両方2台持ってきて、なんか、こう、なんかやりゃいいんだけれども、ちょっとごめんなさい。今、ここに物がなくてですね、この、カタログスペックの数字だけなので、こんな感じです。ちょっと判断しづらい数字がここに出てると思います。はい、続きまして、じゃあこっちの売り文句もうちょっと喋りましょう。新型の利点としては、もちろんこうやってね、折りたたみができていいでしょうっていうのが歌い文句になると思います。ML807 っていうむちゃくちゃ売れてる機種の方が全長365に対して、こっちの機械は400なんですよ。ちょっと大きいですね。ただ、これを畳むことによって、だいたい270になってるんで、まあ、ここがね、少しでも小さくなってますんで、まあ、この辺が売り文句かなと思います。なんかね、ちょっと卓上で使いてえなって思ったら、まあ、これだと使いづらいですけど、こうやって下に向けて、こう、テーブルにこう当てたりすると、この間接照明みたいな感じで、結構ちょうどいい明るさで使えたりするんですよね。なので、この807っていう方を使っちゃうと、卓上で照らしたいっていうと、結局自分の方に直視する明かりが来ちゃうんで、じゃあ寝かして使うとかってね、ちょっと難しくなっちゃうんですけれども、やっぱこの首が触れるっていうのがですね、非常にこう、いいんじゃないかな。はい。というわけで、いかがだったでしょうか。この、マキタの、新型のワークライトですね。LED ワークライト。これが発売しましたということでお知らせでございました。今一度、40V 機のこれ、ML006G。この機種はもう発売しました。お店に並んでおります。で、18V 機で私ずっと今お話ししてました。18V 機の ML816 という機種はもうちょっとで発売するということなので、それはお待ちくださいませ。はい、というわけで大丈夫だったでしょうか。以上、秀久の動画でした。お付き合いありがとうございました。